今回はヤマハのね、バイオリンシェイプのね、ギターなんですけど、2、3日前にね、ちょっと弾いたやつをね、アップしたんですけど、ヤマハのね、VG スタンダードっていうギターなんですけど、チャゲアスのね、アスカさんモデル。まあ、アスカさんのね、実際、持ってたやつはね、まあ、中が空洞のね、フルアコのボディでね、結構値段高くてね、受注生産でね、確か、30万円ちょっとぐらい、したと思うんですけど、で、これ今持ってるね、この VG スタンダードっていうのは、まあ、レスポールとかなんかと一緒でね、ボディはソリッドなんですよ。全部木がね、詰まったタイプの、ボディで、これね、本当にね、ちょっと探してたんですよ、僕。うん。探してたんだけど、この VG スタンダードっていうのを買うのはね、僕これね、3本目なんです。うん。もちろんね、今まで手元にはなかったから、この3本目のこれを買ってね。で、まあ今現在この1本だけなんですけど、で、3本目なのになんて探してたっていうとね、一番最初に買ったのがね、これ1993年の発売かな。で、その93年に発売された時に、いいなと思ってね、買ったんですよ。チャゲ&アスカは、やっぱり僕らがね、学生の時に、やっぱり一人だけでね、出てきた時に、あの曲やっぱいいじゃないですか。で、それからまあ好きになってね、で、やっぱりいいヒット曲ね、いい曲いっぱいあって、まあ、チャゲアスは好きだったんだけど、別に、チャゲアスがめちゃ好きとかね、アスカがものすごく好きとかね、チャゲが好きとか、そういうのはね、別になかったんですよ。ただ、僕は、チャゲアスの曲も好きだけど、その前に、まあ、ビートルズがね、好きだったから、まあ、今でも好きですけど、ビートルズが好きで、特にまあ、ポール・マッカートニーが好きだったから、まあ、今ギター弾いてるのもね、ポールが好きで、バイオリン、ベースのコピーをね、中学校の時に買って、で、ブン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 やってね、やってた時から、まあ、当時は買えないけど、その、フェフナーのね、500番が、かっこいいなと思って、まあ、とにかくバイオリンシェイプの楽器がやっぱり好きになってね、うん、まあ、ちょっとボディは、もうちょっと大きいんだけど、ブルコメッツのね、綱木さんが使ってた、ファーストマンのね、リバプールとか、やっぱああいうの見てかっこいいなーってね、いつも思ってたんですよ。で、まあ、値段が手頃でね、まあ、実践的なエレキが出ればいいなーってね、まあ、リバプール、ファーストマンのリバプールもめちゃくちゃいいんだけど、まあ、いろんなジャンルの曲をやるにはね、なかなか、難しいところがあるかなっていう、ギターだから、オールジャンルに使えるバイオリン、ギターがね、あればいいななんて思ってた時に、ずっと思っててね。で、山さんが、まあ、アスカさんモデルってことで、この VG を、出してくれてね。で、93年かなの時出てすぐ買ったんですよ、もちろんね。うん。確かね、定価がね、8万8000円とかそこだったと思うんですけどね。うん。で、買って、使ってたんだけど、なんかね、僕の買ったやつがね、まあ、もちろん音はね、良かったんだけど、なんかめちゃくちゃ重かったんですよ。もし、もっと軽いのがあったらね、買ったやつを売ってね、もう一回買い直そうかなと思ってね、いろいろ探してたんですよ。でね、なかなかね、その時にあんまり軽い個体にね、出会えなかったから、まあ、とりあえず、手放して、まあちょっと、探してみようかな。で、まあ別にその、バイオリンね、その VG しか持ってないわけじゃないから、まあ他のギター使いながらね、ちょっとゆっくり探してみようかなっていうことでね、
待ってたんだけど、で、結局、なかなかなかったんですよ。うん。で、そうこうしてるうちに、自分の中でのその、なんかバイオリンシェイプのギターの熱っていうのがね、まあ、ちょっとブームが、落ち着いてきたんですよ。うん。で、まあ、もしいいのがあったら、買えばいいかなってことで、とりあえずはまあ、それでまた何年か経つわけなんですよ。うん。それで、それから10年ぐらいしてから、またやっぱりその、バイオリンギターブーマイブームっていうのがね、来てね。うん。で、ヤフオクで、手に入れたんですよ。うん。まあ、そんなに高くて、5、6万円で確か、買ったんですけど、うん。で、それはね、まあ、最初に買ったやつよりはそんなには、そこまで重くなかったんだけど、木目がね、いまいちだったんですよ。で、一回目に、一本目、最初に買ったやつもね、木目あんまり良くなかったんですよ。けど、まあ、その辺はそんなには気にしてなかったんだけど、二回目の時はね、まあ、値段が安かったから、飛びついて買ったんだけど、まあ、重さもそこそこは、だけど、木目はどうも、節とかね、ちょっと結構、出ててね、なんかなーなんてね、やっぱね、ちょっと妥協が入るとね、なんかずっと持ってるとね、なんか、気になり出しちゃうとね、もう止まなくなっちゃう。うん。それでね、確かね、1、2年はね、使ったと思うんですよ。うん。で、まあ、結局手放しちゃって、で、それからね、じゃあもう買わないじゃなくてね、もう今度買うときはもうちょっと自分の中でのドンズバの VG を探したいなってことでずっと探してたんですよ。で、ネットでね、オークションとか、まあ、いろんな中古とか、出たときにね、チェックしてたんだけど、なかなかない。で、一番ね、その気にしてたその重量ね、うん。やっぱりね、僕の中で、3点ね、もう7を超えるとね、重く感じるんですよ、なんか。うん、まあ、重量にうるさい人はね、わかると思うんだけど、エレキってやっぱりね、3.3 前後からね、急に軽く感じるんだよね。うん、で、3.6 を超え出すと、結構重く感じるんですよ。で、3.8 って言うとね、もうやっぱり、かなり重い方に、なるんですよね。まあ、3.8 って言っても、まあ、レスポールとかなんかだったらね、軽い方にはなるんだけど、まあ、僕がメインで使ってるのがね、やっぱストラトだったから、やっぱり、その 3.3 とか 3.4 ぐらいがね、やっぱり自分の中での理想で、まあ、もちろん、その、3キロちょっととかそういうのがあれば嬉しいんだけど、やっぱりまあ、よく世の中に出回ってるのはやっぱり軽いって言われてるのは 3.3 とか 3.4 ぐらいで。で、その VG もね、でもそのぐらいの重量がないかなと思ってずっとね、何年か探したけど、やっぱり軽いので 3.5 とか6。で、VG はね、よくあるのは 3.8 とかね、4キロっていうのは結構、何回かね、出会ったんだけど、で、どうしようかなと思って、重量がね、3.7 か8ぐらいで、まあ、ちょっと妥協できるかなってぐらいの重量なんだけど、木目がいまいちとかね、で、程度が悪いとか、で、値段もそこそことかね、なかなかね、ぴったりのがないんですよ。でも、今度買っちゃうと、また前と同じになっちゃうから、まあ、今回は、見送ろうっていうのは結構やって、で、それでまた何年か経って、で、こいつね、今持ってるこいつが、ネットに出てた時に、で、そこがね、ネットに出てたのが、それ僕がいつも行く楽器屋だったんですよ。ほんで、トラって書いてあって、で、トラ目はね、極端に、そんなにめちゃくちゃ好きってことはないんだけど、トラ目はね。だけど、ないよりはなんかちょっと軽く入っとってほしいなっていうのはやっぱりあって。で、今まで買った2本はね、全くトラが入ってなかったから、まあ、フェフナーの500番でもそうなんだけど、軽くちょっとね、入ってるのがいいなって。まあ、フェフナーの500の場合はね、バックがね、結構トラ入ってるっていうのは多くてね。で、表にあれあんまり入ってないからいいんですよね。なんか嫌味がなくて。うん、ポールが持ってるのもそうだけど、で、トラは入ってて、軽く入って
るぐらい。で、写真とかお店の売りとしては虎が綺麗ですよみたいなことを、こう、強く打ち出してるんですよ。まあそうだろうなと。値段、倍かもね。やっぱ虎入ってると結構高値つけれるからね。うん。で、これね、実際、出してた値段がね、8万5千円ぐらいだったかな。だから当時の定価と変わらないぐらい出てたんですよ。ただ、まあ今現在ね、新品はもう生産中止してるから売ってないから、まあ定価、まあ定価とか定価以上でも僕は良かったんですよ。ずっと探してたやつだから。ただ、その値段じゃなくて、その、自分の思った通りの答えがあれば、もうお金は出すよ、ぐらいのつもりで見てたんですよ。だからまあ、だいたい定価ぐらいだったから、で、虎をやたらに強調してるから、じゃあまあ、遠いとこだったらね、東京とかなんかだったらまあ送ってもらって、一回見てダメだったらまたダメでしたって送り返しゃ、いいだけなんですけど、まあ、せっかく近くでのお店だから、じゃあまあ、見に行きましょうってことで、先週のね、先週じゃないわ、見に、出てちょっと何日か経ってから、まあ、チェックしてね、行ったんですよ。で、まあ、展示してあるの見てね、あ、確かに虎入ってるけど、あ、結構いい感じで、その、嫌味がなくて、だけど角度によっちゃめちゃくちゃ入ってて、で、また角度を変えると、そんなには目立たない。あ、これは、ちょっと理想な感じだなぁなと思って。で、重さはね、まあ、手触れないでくださいって一応書いてあったから、まあ、重さ何キロですかねって、ちょっと持たせてください。じゃあ、やっぱりね。あれだから。まあ、試走するってことで、まあ、ちょっとこれ、チェックしたいんで、ちょっと引かせてくださいってことでお店の人に言って、で、フェンダーのね、ホットロットかなんかかな、真空管のね、中型のアンプで、弾かさせてもらったんですけど、音はまあ、まあ今まで2本、持ってたから、まあ同じような感じで、いい音なんですよ。P90 タイプのね、ピックアップついてるから、まあそこそこシングルなんだけど、パワーって結構リッチな、もっちりした音がね、このタイプのギターは出るんだけど、で、ネックも、ストレートだし、反りもないし、フレットも減ってないし。で、これね、びっくりしたのはね、ボディがね、めちゃくちゃ綺麗で、これ、傷がほとんどないから、前のオーナーさんはね、もうほとんど買って弾いてなかったんじゃないかな。で、これね、1993年から2003年までのね、10年しか作ってないんですよ。で、シリアルがね、ちょっとヤマハさんのね、シリアルの、見方がわかんないんだけど、これ、3がついてて、0がついてて、あと番号ついてて、で、それ93年なのか、2003年、最後の2003年なのか分かんないんだけど、僕が思うにね、ヤマハさんのギターってね、よくボディとかヘッドにね、塗装の白濁が出るっていうじゃないですか、クリアのね、白濁が出るって。で、まあ、その白濁っていうのはね、何かっていうと、まあ、ポリ塗装の場合は、まあ、メーカーさんにもよると思うんだけど、塗料のね、この、伸びを良くするためにね、パラフィンをね、混ぜるんですよ。塗装の時に。まあ、パラフィンっていうのは、ローなんだけどね、要はピックアップとかなんかにも、垂らしてあるやつとかあるんですよね。白いやつ。うん。あれをね、混ぜてあるんですよ、塗装に。うん。だから、それがやっぱりね、経年のね、何年か経ってね、だいたいまあ5年とか10年ぐらい経ってくると、ちょっと劣化してくるとね、ちょっと白く濁ったような感じになる。で、ヤマハさんのギターは特に、それが、その出方が顕著だと。うん。で、まあ、僕らギター好きからするとね、なんかヤマハさんの古いギターイコール白濁だみたいな、なんかね、トレードマークみたいになってて、嫌な人はもう嫌だと思うんだけど、僕はそんなに白濁ってそんなに嫌じゃないんですよ。うん。で、このね、ボディがめちゃくちゃ綺麗なんだけど、これヘッドがね、白濁が結構すごいんですよ。ただ、まあデザイン的なもんもあってね、これそんなにはね、気にならない感じで、これものすごい白濁してるんですよ、すごい、本当は。で、この白濁具合からすると、これ10年以上絶対経ってるな、かなり経ってるんじゃないかなと思う。思うんだけど、ね、2003年だから、2003年で、もし2003年のモデルだとしても、十数年経ってるわけだし、で、もし93年だとしたら、もう、
20何年経ってるわけだから、まあ、どっちなのかなってわかんないんだけど、程度が良すぎちゃってね、判断がちょっと、つかないぐらいの個体なんですよ。まあ、とにかくボディが綺麗と。うん、フレットの状態も、まあ、何回も言うけどね、ネックの状態がめちゃくちゃいいと。うん。でも、ここまで綺麗なやつは、中古で今までも見たこともないから、もうこれは買うしかないなってことで、まあ、買ったんですけどね。うん。で、持った時にね、お店で引かしてもらった時に、軽いんですよ、自分の中で。いや、僕が今まで持ってたやつよりかなり軽いなぁなと思ってね。3.5 は絶対切ってるなと思ったんですよ。んで、お店の人にね、体重計みたいなやつでね、すいません、重量測ってもらえませんかって言ったら体重計みたいなやつ持ってきてね、で、よいしょと乗っけて、それで二人でこう見てたらね、3.55 ですね、なんて、向こうで表示見ててね、3.55 って出たんですよ。だから、まあ、極端に重くもないけど、軽くもないし、まあ、理想に近いなと思ったんだけど、でも、持った感じは、実際に持った感じはもっと軽く感じるから、まあ、家で持ってるのと外で持つのと、やっぱりなんかその、雰囲気でやっぱ気も変わるのかなと思う。だけど軽いな、こいつと思ってね。まあ、とりあえず、買ってね、まあ、その時はね、ちょっとカード持ってなかったから、また別の日にね、一週間後に、お店取りに行ったの、予約にしておいてね、取りに行ったんだけど、で、先週の木曜日にね、もらってきたんだけど、で、やっぱ家でね、ケースから出して、やっぱ軽いな、引きやすくていいな、で、ストラップかけても軽いし、いい感じだし、あ、そうだ、測ってみようと思って、で、家のね、デジタルメーターでね、測ったんですよ。ほんとはね、3.3 だったんですよ。3.3、これ。ほら、軽いはずだわ。ね、多分お店のやつね、多分そのゼロ調整かなんかずれてたのか、壊れてたのかしんないけどね、200g ちょっと違ったわけだからね。3.3 だからね、これ、このヤマハの VG としてはね、これめちゃくちゃ軽い方なんですよ。うん。で、今までね、ネットでね、3.1 キロっていうのを見つけたことあるんだけど、それはまあちょっと、程度がめちゃくちゃ悪かったからね、手出さなかったんだけど、うん。だから今まで見た中の2番目ぐらいの、軽さ、なんですよ。これ軽い。本当に軽い。3.3 だからね、ストレートでも 3.3 って言うと結構軽い方だもんね、テレキャストかなんかでも。うん。うん。で、今日はね、何が言いたいかっていうとね、まあ、僕みたいにね、VG 探してる人ね、ひょっとしたらいるかもしれないんだけど、妥協しずにね、ちょっと待った方がいいんじゃないかなと、まあ、いろいろ、いろんなネットでね、探してると思うんだけど、探すの待ってるとね、出てくる、と思いますよ。うん、だから、まあ、中途半端なやつとかね、めちゃくちゃ、まあ、重量もね、めちゃくちゃ重い方が好きな人もやっぱいるからね、それは人の好みだから、僕は軽いやつじゃないとね、嫌な人間なんだけど、うん、まあ、軽くて木目も自分の思った通りのがね、ちゃんと探すとね、じっくり回すとね、出てくるかもしれないから、まあ、妥協しない方がいいんじゃないかな。まあ、とりあえず買っといて、またいいのが出たらっていう風にするのもいいと思うんだけど、もうね、性格的なもんかしんないけど、まあ、中途半端に妥協したやつを持ってるのがね、どうも許せれないタイプで、まあ、とりあえずもう、さよならして、ゼロからスタートしたいなっていうのがね、ギターに関しては特にあってね。うん。で、まあ、手放してから10年経っちゃったと。10年以上経っちゃって、まあ、やっと、出会えたから、まあ、もしね、VG スタンダードを探してる人がいたらね、まだまだね、僕もこれ発見してびっくりしてるぐらいだから、いい答えはね、あると思います。それでね、もういじっちゃったんだけど、標準がね、このテールピースなんですよ。このブランコね。こう、バートランドみたいな、ね、このちょっと模様入ってんだけど、このね。これがね、僕嫌なんですよ。このシンプルなのがいいから、何もないの。で、それでもう、普通のね、
まあ、カジノとかなんかについてるのと同じね、に変えました。で、普通のね、クロムというか、ニッケル、ニッケルタイプね、ゴールドじゃなくて普通のニッケルのやつね。で、ブリーチもね、標準は、最初についてるのはね、このナッシュビルタイプのね、ちょっと幅の広い、この、コマのね、調整範囲の広い、よくレスポールのね、トラディショナルとかね、スタンダードについてる、幅の広いタイプね。まあ、こっちの方がね、いいんだけど、僕はルックス的にその、幅の狭いやつね、前からもう何回も言ってんだけど、ABR1 っていうやつね、細いタイプね、こう、外にこう、こう、なんか、なんていうの、ピンみたいなやつね、がついてるやつね、細いやつ、このタイプね、見える、にね、変えて、買いました。で、このシンプル。で、前ね、ちょっとブログにも書いてあるんだけど、この、ボリュームとかトーンのこの、ね、コントロールね。これも、これね、グレコの VB の80のコントロールパネルなんで、フェフナーのコピーね。これを、ここへね、つける予定でいますんでね。まあ、それはまた、改造したらね、アップしますけどね。で、まあ、この辺の流れをね、ブログの方にね、ブログの方に写真入りで載せてありますんでね。まあ、もし、まあ、ちょっと気になった方はね、チェックしてみてください。うん。一応、細かく書いてありますんでね。はい、そういうことでね、今日は十数年ぶりにね、探してた、ヤマハのバイオリンギターに、十数年ぶりに出会えたから買いましたよというね、お話でした。